2018年野球殿堂入り読売巨人軍監督の原達之様です。ご存知のように原さんは原様は東海大学野球部 OB で1980年の入団の時の、えー、フィルムをまたもう一度見直してみますと、えー、巨人軍の入団会見松前修行様が同席なさっていらっしゃいました。えー、たくさんの思い出が終わりだろうと思います。その一端でも今日はお聞かせください。はい 皆さんんこにちは松前重吉先生が野球殿堂に入られると一報が入ったのがですねもうつい先日でもう大変喜んでおりましたするとゲストスピーチという形で来なさいとコミッショナーの方から目が下りましてもう喜んでもう総長先生のえ まあお祝いあるいは自分が述べるというのはおこがましいとは思いつつこうやってきましたなぜなら私は学生時代高校大学と7年間東海大相模東海大学当時松前先生は総長先生です私とまあ一つ先輩で山下さんという柔道家 今、JOC の会長であられますけれども、この2人はですね、本当に息子のように、えー、可愛がっていただきました、えー、もうどういう場面でも、えー、本当に息子のように可愛がってくれたという自負がありましたんで、こうやって、えー、少しエピソードをお話しさせていただきます。えーまあ、見学学のの精神の下東海大学生として、えーまあ、相模高校時代も えー、その精神、えー、見学の精神というのは、ですね、えー、若き日に何時の思想を培えと、まあ、夢を持ちなさいと、えー、そして、えー、若き日に何時の体育を癒えしないと、そして若き日に何時の知能を見分け、そして、えー、若き日に、えー、希望を星につなげと、何時の希望を星につなげと、まあ、このお見学の精神のもと、 今現在でもその精神というものは宿っております私と私がなぜ東海大学に来たかと私は大牟田福岡で本当に田舎町の父が当時三池工業という監督をしてましたその甲子園に初出場三池工業 そして、東海大学の中で、静岡代表として、東海大学第一高等学校というチームが初めて甲子園に出たわけですね、まあ、両軍とも。そして、結果は、古典版に三池工業が勝ったんです。そして、その野球を見ていて、非常に原貢という指導者に対して、松前重義子は。 重吉僕はもう松前重吉公っていつも言ってしまうんですが重吉公は興味を持たれたようで2回戦3回戦準決勝決勝と見てそして最後はあ炭鉱町の田舎の高校三重工,工業が全国制覇をしたとそこで白羽の矢を立てていただき松前先生より うちの父は声がかかり、ぜひ学園に来て、指導者として、教育者として、ぜひ東海大学に来てくれということで、松前先生は最初、東海大学第一高等学校、静岡で監督をやってくれというふうに言われたそうです。父はその時に やっと幸せをそこそこの皆さんに認められる、東海三池工業で監督、全国制がしたということがで、母も大変それを喜んで、少し楽になるかもしれないというような状況の中、母はなぜ東海大学、三池工業が今、こうやって全国制やっとしたのにという意思を持ってたようです。しかしかその時に父は 総長先生と、えー、もう少し都に近い学校はありませんかと、当時、都、やっぱり田舎の九州の男だったんですね、えー、都,に都にありませんかと、言ったら、神奈川県に、まだあ野球場もそうそう、お野球部もお弱いけれども、東海大相模高等学校っていうのがあると、私はぜひそこで勝負がしたいということで、母には、 俺は都で勝負するって言ってきたそうですまあその縁でですねその東海大学松前先生より父は最初に食べた一緒に食べた食事がですねしゃぶしゃぶだったそうですこんなに世の中おいしいものがあるのかと思ったそうですそして飲んだお酒はまあ九州だと日本酒か焼酎というところでしょうがその時に ジョニー・ウォーカーの水割りをご馳走してもらったと、これも忘れられないということをいつも言っておりました、まあ、そんな中、私も東海大学で相模に進み、東海大学に行き、先生の演説も挨拶も、もういくたび聞いてです、ね、であの姿勢の正しさ、そして声の素晴らしさ。 そして非常にグローバルな、今思うと、小さなことよりもすごく世界的に大きなことをいつでも言われているということに対してですね、今になって、その大きさというものを感じております。ある日、総長室に私と父でご挨拶に行きました。僕が大学生だったですね。その時にちょうど 田中角栄さん、まあ、松前修行志向は官僚であり政治家であり学校経営者であり教育者であり武道家でもあったという、まあ、そういう中で田中角栄先生が若く時に総理になられた時に秘書の方がパッと来られて「田中先生よりお電話が入ってます」っていうのがあったんですね。田中角栄さん総理大臣から 僕はあの学生ながらあびっくりしてたんですねでその時にパッとこう、えー、まあ立派な声ですからさっきも言ってでお話しされてる内容がですね後で思うと体が震えてくるぐらいの話でしたえー、田中まあ田中角栄君って言ってました角栄君と、えー、日中友好も素晴らしいと君が言わんとすることも素晴らしいとしかしまずは「 アメリカに行った挨拶ををすべきだろうううというような話をされてました、えー、結果的には、日中国交から入ってしまったという部分で、えーまあ、それがどういうふうに働いたかというのは分かりませんが、まあ、そういう話もです、ね、身近に聞くぐらいの、えー、とにかく日本という全体の部分をですね、えー、いろいろ考えて得られた大変な人物であったと。 その松前茂義先生総長からですね私は息子のように可愛がられたという自負の中、現在も、まあ、野球のユニフォームを着て戦うことができております。このことはですね天国にいらっしゃいます、まあ、生誕120歳を迎え、そして、まあ、亡くなられて34年。 もう立ちますけれども、本当に天国より喜ばれているというふうに思います、我々教え子としてもですね、大変喜んでいます、本日は本当に皆様方、尽力していただきまして、松前修行師先生を伝道入に導いてこられたすべての方に感謝申し上げたいと思います。どううもありがとうございました